ケンステイブラー。ケンステイブラー。ケン、マイケル・スネーク・ステイブラー。1945年12月25日から2015年7月8日は、アラバマ州、ホーリー出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。NFL のオークランドレーダーズ、入団時は、AFL 所属、ヒューストン・オイラーズ、ニューオーリンズ・セインズでプレーした。愛称は、スネーク、ザ・スネーク。 左利きである。第11回スーパーボールの優勝 QB である。勝負強い QB としても知られており2009年に NFL フィルムズによるクラッチ QB ベスト10の第6位に選ばれいる。ステーブラーはフットボール選手としてホーリー高校にリクルートされた。ステーブラー在籍時のチームの通算成績は29勝1敗であった。また、高校時代彼は マルチアスリートとして活躍し、バスケットボールでは1試合平均29得点を上げ、野球では投手を務め、ヒューストンアストロズとニューヨークヤンキースのマイナーチームらも入団の誘いを受けた。この頃、蛇のように打光しながら、タッチダウンランを決めるプレースタイルから、スネークというニックネームは名付けられた。ステーブラは、有名なヘッドコーチ、ポール・ブライアンと、 ベアブライアンと率いるアラバマ大学にリクルートされ、1964年にチームの一員となった。当時の NCAA の規定では、新人選手は試合に出場できなかったので、ステーブラーは1964年のシーズンが終わるのをじっと待つことになった。このシーズン、ナキュービー・ジョーネーマスを要するアラバマ大学は、ナショナルチャンピオンシップに勝利した。 1965年のシーズン、ネイマスが AFL のニューヨークジェッツにドラフトされたため、ステイブラーは QB スティーブスローンの控えとして起用された。この年もアラバマ大は9勝1敗1分で終えて、ナショナルチャンピオンシップに勝利し、ネブラスカ大学とのオレンジボールも39から28で勝利した。1966年のシーズン、ステイブラーは QB として、 フル出場を果たした。彼の率いるチームは、負け知らずの11勝無敗でシーズンを終え、ネブラスカ大とのシュガーボールも34から7で勝利した。輝かしい記録を残したにもかかわらず、ノートルダム大学やミシガン州立大学に次ぐ、全米3位に終わった。最終学年となった1967年のシーズン、まだ完璧とは言えないものの、ステーブラーへの期待は高かった。 ブライアントは、ステイブラーが授業をサボって、パーティーに行くため、ステイブラーは出場停止処分を受けた。アラバマ大は発祥2敗1分けを記録したものの、ライバルのテネシー大学戦では、ステイブラーは5インターセプトを喫して敗れた。シーズンでは制裁を書いていた、ステイブラーだったが、オーバーアン大学とのアイアンボールでは、印象的な活躍をした。大雨が降る中で行われたゲームは、 3から0でアラバマ大が負けていた。しかし、ステーブラーは泥の中を走って53ヤードの決勝タッチダウンランを決め、試合は7から3でアラバマ大の勝利に終わった。これはアラバマ大学のフットボール史上に名高い泥の中のラン、ランインザマットである。通算28勝3敗に分けで、ステーブラーは大学でのキャリアを終えた。1968年、 ステーブラーは当時 AFL に所属していたオークランドレーダーズにドラフト2巡目で指名された。1972年のプレイオフピッツバーグスティーラーズ戦においてステーブラーは NFL で初めて注目を浴びるようなプレーをした。当時の先発 QB ダリル・ラモニカの代わりに途中出場したステーブラーは第4クォーター残り1分17秒に3 1ヤードの タッチダウンランを決めて7から6と逆転した。試合終了間際、テリー・ブラッドショーからジョン・フッカに投げられたパスに対して、ジャック・テータムの激しいヒットによりボールは大きく、跳ね返り、これをフランコ・ハリスがキャッチ、逆転タッチダウンを上げてレイダーズは敗れた。その後、膝を故障したステーブラーはスクランブルを減らし、 人並み外れたセンスを活かし、バックステップして正確にパスを投げる古典的なプレイスタイルに転向した。ステーブラーの前世紀において彼のパスを受けていたのは快速のクリフブランチ、後にプロフットボール伝導入りを果たしたキャッチ能力に優れたポゼッションレシーバー、フレット・ビレトニコフ、同じく伝導入りしている手、デーブ・キャスパーラであった。レーダーズの先発 QB になってから、 ステーブラーは AFC を代表する選手となり、プロボールに1973年から1977年まで5年連続で、選出。1974年と1976年には、AFC 最優秀選手及びオールプロに選ば、1976年には、NFL トップの27タッチダウン、QB レーティング103.4も記録した。 また、レーダーズのチーム記録となる143回、連続インターセプトなしの記録も保持している。1974年シーズン、12勝2敗で、AFC 西地区優勝を果たしたチームは、11勝3敗で、AFC 東地区優勝を果たし、スーパーボール3連覇を狙うマイアミドルフィンズと12月21日に、オークランドコロシアでのプレーオフで対戦した。 この試合開始直後のキックオフリターンで、ドルフィンズのナットムーアが89ヤードのリターン TD を決めて、先制、第2球にステーブラーからチャーリー・スミスへの1ヤードの TD パスで同点とした。前半残り時間で、ラリー・ゾンカ、ジム・キーク、ベニー・マローンなどのランを中心に前進したドルフィンズが、ガロイ・エプレミアンによる FG で3点を追加して、レイダーズは7から10と3点リードされて、 前半が終了した。第3球に、フレッド・ビレトニコフへの13ヤードの TD パスが決まり14から10と逆転した。その後レーダーズは、ポール・ウォーフィールドへの TD パスを決められたが、トライフォーポイントをババ・スミスがブロックし14から16となった。第4球に、ドルフィンズが FG を成功させて、試合は14から19と5点差になり、残り4分54秒で、 レイダーズが自陣17ヤードからの攻撃権を獲得した。このドライブでステーブラーはクリフ・ブランチへの72ヤードの TD パスを成功。ジョージ・ブランダーもトライフォーポイントを成功させて21から19とレイダーズは残り4分37秒を残して逆転した。残り2分08秒にドルフィンズは ベニー・マローンの23ヤードの TD ランで再び21から26トレーダーズは5点差を追うこととなった。自陣32ヤードからのドライブで、チームには2ミニッツウォーニング日、タイムアウトが3回残っていた。フレット・ビレトニコフへの18ヤード、20ヤードのパスなどで、ステーブラーはボールを前進させ、残り24秒にステーブラーは、 QB サックされそうになりながら3のディフェンスに囲まれたクラレンス・デイビスに8ヤードの TD パスを決めて28から26と最悪点を果たした。このプレイはザシー・オブハンズとして知られている。その後のドルフィンズの攻撃も最後はフィジュ・ビラッピアーノがボブ・グリーシーのパスをインターセプトして試合は終了した。1976年。 レイダーズは怪我人が続出し4から3ディフェンスから3から4ディフェンスに急遽変更する必要に迫られたが開幕戦でピッツバーグスティーラーズを破りシーズン最後の10試合を全勝するなど13勝1敗でレギュラーシーズンを終えたプレイオフ初戦でレギュラーシーズン27から48で唯一破れた相手ニューイングランドペートリオッツと対戦たこの試合でも 第3球終了時点で10から21とリードを許したが、第4球に際どい判定で、相手ディフェンスのレイハミルトンがラフィング・ザ・パザーの反則を犯したという判定を味方につけて、残り10秒ステーブラーは1ヤードの TD ランを決めて24から21と勝利した。AFC チャンピオンシップゲームでは3連覇を狙う、ピッツバーグ・スティーラーズと対戦。 フランコ・ハリスとロッキー・ブライアーを変えた相手を24から7で破り、チームは第2回スーパーボール以来9年ぶりのスーパーボール出場を決めた。1977年1月の第11回スーパーボールでレイバーズはオフェンスがスーパーボール記録となる429ヤード、前半だけでこれもスーパーボール記録の288ヤードを獲得を獲得。 ミネソタ・バイキングスを32から14で下し、チーム初のスーパーボール制覇を果たした。ステーブラーも、キャスパーへの TD パスを成功させている。1977年12月24日の、プレイオフ、ボルチモア・コルツ戦の、第4クォーター残り1分を切り、28から31と3点差のビファインド、第3ダウンロングの状況で、ステーブラーは、ゴースト・トゥー・ザ・ポストとて、 今なお語り継がれるキャスパーへのパスを決めた。その後、エロールマンによる同点 FG が決まり試合はオーバータイムに持ち越され、最後はステーブラーからキャスパーへの10ヤード TD パス決まり、37から31で試合に勝利した。1978年9月10日にサンディエゴスタジアムで行われたサンディエゴチャージャーズとの試合でステーブラーのファンブルしたボールが エンドゾーン方向にこぼれ最後はデーブ・キャスパーがカバーしタッチダウンを上げたが論議を呼び翌年よりルール改正が行われたこのプレイはホーリーローラーと呼ばれている1979年12月3日のニューオーリンズ戦一戦では1時14分マイナス35と21点差をつけられたが第4球に3本の TD パスを決めてチームを逆転勝利させた レイダーズに在籍した12シーズンで彼は、パス成功1486で19,078ヤードを投げて 150td パスを成功させた。1980年のシーズン、ホールドアウトにより契約交渉が長引いた。彼は、あるデイビスレイダーズオーナーが、ステーブラー以上の強権の QB を欲したこともあり、ダンパストリーニとのトレードでヒーストン・オイラーズに移籍した。 オイラーズはチームが今までピッツバーグスティーラーズを破りスーパーボール出場を果たせなかった理由をステーブラーのような QB の不在と見ていた。パストリーには故障で先発 QB の座をジムブランケットに奪われブランケット要するレイダーズはプレーオフでステーブラーを要するオイラーズ下しその後第15回スーパーボールを制した。ステブラーは1981年もオイラーズで プレイした。オイラーズのヘッドコーチのバム・フィリップスは、ニューオーリンズ・セインツのヘッドコーチに就任するにあたり、ステーブラーの気骨を気に入っていたため、ステーブラーを一緒に入団させた。その後、ステーブラーは3年間セインツでプレーし、1984年に NFL でのキャリアを終えた。引退後は、CBS の NFL 解説者として活動し、後に、 アラバマ大学の試合のラジオ中継の解説を務めた。2000年にはサンフランシスコワン、ベエリアのスポーツ伝道に選ばれている。1995年、2001年に続き2008年に飲酒運転の疑いで3度目の逮捕をされ、解説者の座はトム・ロバーツにとって変わられた。飲酒運転については後に無罪の判決が言い渡されたが、アラバマ大学は ステイブラーを解説者として復帰させないと発表した。2015年に死去した69歳ボーツ。2016年2月8日、エドワード・デバートロ、トニー・ダンジー、ブレッド・ファーブ、ケビン・グリーン、マービン・ハリソン、オーランド・ペース、ディック・スタンフェルと共にプロフットボール連動を入りすることが発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。